明治安田生命 J2 リーグ第8節を迎えました。上位対決です。 FC 町田ゼルビア対ロアッソ熊本の一戦をこれからお楽しみいただきます。両チームのスターティングメンバーです。こちらがホームの FC 町田ゼルビア、フォーメーションこれが予想です。高原がいて右大谷、センターバック酒井と深津の注目選手2人、左に奥山です。ダブルブランチはロメロフランク、井上がいて右に平戸、そして左に中村です。中島と戸高という前線、その中島の得点力にも期待です。アウェーのロアッソ熊本のスターティングメンバー、そしてこちらが予想フォーメーションとなります。ゴールキーパーが佐藤明弘、スリーバック中央に新加入即戦力の青木、その両脇には小谷と園田、安永さんが注目する両ワイドは田中達也と黒木康平です。アンカーに米原、八久保がいて上村、前には皆川とアンビョンジュンという大変迫力のある2人が前線にいます。おっとどうだ、中島だ、折り返していく、ファイナルボール、ここはキープします。中村、中村のターン、中村グラウンダーのボール、シュート、つかみ右、角度のないところ、32番の戸高、戸高宏樹、となると今度熊本の2列目のあの上村だったりね、はい、あの八久保がどれだけ早くサポートできるかっていうところは重要になりますよね。これは抑えではない、さあシュート、決めた、9番のアンビョンジュン。アンビョンジュンは直近の4試合で4ゴール、固め取りをしているアンビョンジュン、ゴール前実に冷静でした。今シーズン FC 町田ゼルビア初めて前半に失点を喫しました。深津が前線に送ろうというところ、セカンドボールにいち早く反応した24番ですが、ここは熊本、また田中が裏をついてくる、どうだ、ラインを割っていない、残した、田中達也、田中の突破、中を見る、左足でグラウンダーのボール、逆サイド左にフリーの選手がいるが、どうだ、裏をついてくる田中、田中が折り返して、危ない、わずかに合わない、ロアッソ熊本追加点ならず。パスの先にはアンビョンジュンではなく、ここは11番の皆川雄介でした。大谷がスローインを投げます。フリーになった井上、井上のクロス、フリーだ、トップスコアラー、これで今シーズン3ゴール目。いやー、センターバックが点取り頭ですよ、ね、黒木1対1、どうする、縦でいくか、またいでクロスが入って、逆サイドフリー、ダイレクトのシュート、いや折り返した、田中早い、早い、後ろから飛び出していってもマイボールにしてしまいます。田中です。ここはオフサイドはありません。下げて黒木、黒木のダイレクトのクロス、ヘディング、高い、皆川が決めた、皆川雄介勝ち越しだ。時間はあるか、奥山左に開いて角度をつける、クロスが入る、ゴール前、どうだ、流れた、そして折り返したボール、まだある、まだライン終わっていない、まだ粘る町田、ボリューラのクロスヘディング、なんとアディショナルタイム3分台、町田追いついた、決めたのはバブンスキー。もうこの辺で終わるかなと思いましたけど ねえ。いや
ただ安永さんの場合は去年ね監督を務めておりましたので、はい、きっとフロントの皆さんとか首脳陣の皆さんの心境もよくわかると思うんですよね我々一サッカーファンはねこう中立的に見てると本当に面白いなと思うんですけども、